近年、自衛隊における敵基地攻撃能力保持の議論がたびたび持ち上がってきたよね。以前から何回も浮上していた話だけど、いろいろあって時間がかかってたよね。今回ようやく重い腰が上がったと感じた人も多いようだぜ。さて今回は、政府が発表した海上自衛隊の次期潜水艦建造計画に VSL は搭載されるのか、否かについて詳しく解説していきたいと思うよ。それじゃあ行ってみよう。一蓋式誘導弾の飛距離延伸が進められているんだけど、最終的な延伸距離は 1500km と予想され、かなり伸びることになりそうだね。海中に潜んでいる潜水艦から発射されたとしたら、ステルス攻撃と評されるかもしれないね。2021年12月30日、日本の大手新聞紙上で、海上自衛隊の潜水艦が将来的に対地攻撃用の巡航ミサイルを実装する検討を始めたと報じられたよ。なおかつそのミサイルは VLS 方式である可能性が高いとも示されていたんだ。VLS バーティカルローンチングシステム垂直発射システムというのは、海自の護衛艦等の水上戦闘艦にも搭載されているミサイルを垂直に発射する装置のことだね。潜水艦なら、世界各国の戦略型原子力潜水艦が背面に装備していることでも知られているみたい。こういった戦略型原子船は核弾頭すら搭載できる潜水艦発射型弾道弾を運用できる艦艇だな。翻って今回海上自衛隊が検討を始めたのは、攻撃型潜水艦に対地攻撃能力を加えるための兵装にするということらしいぜ。アメリカ海軍に置き換えて言ってみれば、最新型攻撃型原子力潜水艦であるバージニア級の背面には12機の VLS が装備されているよ。そこから対地攻撃用の長射程トマホーク巡航ミサイルが発射できる仕組みになっていて、高い対地攻撃能力を有している艦ということになるんだ。このバージニア級のサイズは水中排水量7800トン、全長 114.8 メートル、全幅 10.4 メートルだから大型ということがわかるよね。前述の通り、12機の VLS を搭載しているんだけど、海自潜水艦はこの艦と比べるとずっと小型ということがわかってくると思うよ。一例だが、海自最新鋭潜水艦太平型は水中排水量3000トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートルに過ぎないぜ。通常動力型潜水艦としては世界最大級なんだが、VLS を搭載する場合でも限定的な数ってわけだ。ちなみに韓国の島山康政宏級は水中排水量3800トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルだが、6機の VLS を搭載しているな。バージニア級や島山康政宏級に VLS が搭載されている理由は、当然ながら対地攻撃能力をアップするためだね。日本の場合は、昨年末の対地攻撃用の巡航ミサイルとしては、現在のところ陸自に配備されている国産の一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型が充当されるわけなんだけど、VLS と魚雷発射艦の双方で使用可能と言われているよ。つまり二刀流ということになるね。汎用性が高いから、現状では保有していない VLS 搭載型潜水艦を即作らなくても良いのではないかという意見があるよ。今ある潜水艦も含めて 533mm の魚雷発射艦から発射することを考えると、難易度の高い水中発射型コールドローンチ方式を採用する可能性は低いのではないかと思われるんだ。隙あらばいつでも、というように世界で何かがあるとこっち見ろ。とでも言いたいかのようにミサイル発射実験を行っている北朝鮮だけど、以前この国が潜水艦発射型弾道ミサイルを開発中と世界を騒がせたことがあったよね。しかし、水中発射型コールドローンチ方式の実用化には高いテクノロジーが必要なんだ。北朝鮮がそんなに高度なテクノロジーを保持しているはずがない、開発できっこないだろうと言われたこともあったよな。陸自が現在配備している一蓋式地対艦誘導弾のマックス射程距離は約 200km 弱とされているよ。中国海軍の艦艇が接近するのを阻止するため、尖閣諸島を含む南西諸島へ展開されているんだけど、一蓋式の能力向上型開発が着々と進行中とのことだね。この能力向上型については、2021年度から2025年度にかけて総額400億円ほどの開発予算を投じることが決定しているんだ。その計画では射程距離は第一段階で 900km、次 2500km に段階的に伸ばすことが目標とされているよ。とはいえ、12式地対艦誘導弾能力向上型がバージョンアップされなければ、VLS は元より 533mm 雷発射艦による発射も机上の空論になってしまうぜ。だからこそ、自衛隊がこのような長距離対地攻撃能力を獲得する可能性があると匂わせるだけでも、中国への牽制の一つとなるだろうな。実はヘリコプター用搭載型護衛艦出雲や加賀が、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載することを目的として航空母艦化改修が決定した際にも、
一昔前なら専守防衛という自衛隊理念に外れると言われ、却下されたのではないかと考えられているよね。しかし、一蓋式地対艦誘導弾能力向上型を潜水艦に搭載して、長距離対地攻撃能力を保持するというニュースが出回ることが、日本の空気が変化してきている証なのかもしれないね。でももちろん日本国憲法は改正されたわけでも、付加されたこともないよね。戦後から令和の現在に至るまで攻撃的兵器を日本が保有することは禁じられているという点は変わっていないからな。じゃあ何が変わったの？言葉の定義、解釈の問題になっているようだね。つまり攻撃的兵器とは何かという言葉遊び的なもののように感じられるよ。別の意味で言えば、兵器というものの存在が非常に軽くなってきているということじゃないかな。日本国憲法第9条に抵触する攻撃的兵器について日本政府の見解は、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、攻撃型航空母艦という従来の解釈は変えていないんだ。つまり真意に関しては方針転換とまでは行われていないというのが今の状態だな。では上記の大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、攻撃型の航空母艦の3種類がなぜ攻撃的兵器に該当するのかというと、これらの兵器は敵国の領土に届く射程距離を持ち、破壊目的のみに特化した大量破壊兵器と日本政府は公に説明しているからだね。大量にしろ、少量にしろ、犠牲者が出ることには違いはないよね。攻撃される側からすればこれらの兵器と小銃などの違いはないだろうし。ここ最近は、戦闘機に長距離攻撃用の兵装を施すことによって、長距離戦略爆撃機に匹敵する能力を持たせることもできるようだよ。航空母艦も艦載機の数を見れば確かに出雲や香川少ない方かもしれないけど、それを理由として攻撃的ではないと言ってしまうのはかなり無理があると思われるよね。今後、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載機とすることで長距離攻撃能力を持つことも可能になるよ。だから70年以上も前に制定された日本国憲法の記述が、近代兵器の時代変化に対応していないので、見直すべき改正、改悪という意見も確かに存在するんだ。自衛に関する部分だけを国民主体に変更するというのなら、反対意見も少ないかもしれないな。あるいは災害時の自衛隊の行動に対して反対する国民はいないと思うぜ。東日本大震災時の活動を知っているからこそ、自衛隊の活動に感謝こそすれ、忌避する人はほとんどいないだろうしね。とはいうものの、個人的な感覚としてはこういった憲法改正を言い出しているのが、憲法に縛られる立場の人間というのが腑に落ちないけどな。自分たちが縛られるのが嫌だから、自分たちの都合の良いように変えてしまおうという魂胆が見え見えで、これが国民の代表と思うと暗淡とするぜ。日本国憲法第9条は堅持すべきだと唱える人たちは、一見すると完璧平和主義者のように振る舞っているよね。でも同時に最近の中国軍事力の脅威増大については、アメリカと旧ソ連元ロシア間で進められた軍縮が悪影響を及ぼしていることを理解していないという意見があるみたい。つまり、アメリカとロシアが軍拡競争を抑制しようとして、両国間で軍縮条約 INF 中距離核戦力全廃条約を締結したんだ。ところがこの条約と全く無関係の中国がお得意の火事場泥棒もどきの、漁夫の利を得るように兵器配備を加速させる結果につながってしまったというわけ。INF では射程距離 500km から 5500km までの地上発射形式の中距離ミサイルの保有を核及び通常弾頭と並んで保有を禁じたんだけど、これが逆に中国一国がこの種の兵器を独占する状況を生み出すことになってしまったのは紛れもない事実と言っているよ。要するに、アメリカやロシアなど頭を押さえていた大国が軍事力を減らしたイコール頭上の重りが軽くなった隙に、中国が軍備を拡大したという結論なんだよな。中国のこういった事態を察知したために、アメリカの前大統領トランプ政権は INF を破棄したと言われているよな。単に中国嫌いのせいかもしれないけどね。現バイデン政権も対中国政策についてはトランプ式を踏襲しているみたい。しかし、アメリカ海軍がかつて世界に誇っていた大型原子力航空母艦の空母打撃群外まではたやすく中国へ接近することが難しくなってきたということも紛れもない事実なんだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。今日の雑学は、ショートバージョンだよ。内容は何なの？今日の雑学は、みんな布団を外に干して干した後お日様の香りがするよね。天日干しした布団はいつもより2倍気持ちよく寝れるよね。確かにな。そのお日様の匂いなんだけど、実はダニの死骸や糞の匂いなんだ。おい、それは知らなくてよかった雑学だな。お日様の匂いが何なのかわからなくなったよ。干した後はしっかり布団クリーナーで掃除機をかけたがいいよ。絶対にそうするよ。逆に割り切ってダニ最高ぐらい思えばいいんだな。それは強者だね。
それじゃ今日の動画は終わりだよ。